でまあうまく打ってますよね、はいはい、さあただこれで5対2になりましたから、これ分からなくなってきますよね、はい、バッターはロペス、どうだ、3者連続か、レフトへ前当た、下がった、フェンスいっぱい入った、ジャイアンツクリーンナップ3者連続ホームラン、ロペス第4号、ジャイアンツ一発攻勢、あっという間にこれで2点差、ロペスホームイン、5対3、ジャイアンツの重量打線、怖い打線ですね、いやお見事としか言いようがありませんが、クリーンナップの3連発、今のチェンジアップでしょうかね、まっすぐかじゃないでしょうかね、外寄りのまっすぐですよね、高いですね、ここはもうピッチャーの交代ということになります。河村ピッチングコーチ姿を現しました。